はい、こんにちは。今回は、アバタールチューナーの、続きをやっていきます。コントローラーをね、変えたんです。 PS のコントローラーに変えたんですけど、ちょっと決定、キャンセルの、場所配置が、違う設定にしてしまったので、若干慣れない感じがしますけども、もうね、すっかりマップを忘れてしまいました。はい。どうするんだっけな。おっと、敵が来ましたね。これは、あ、こっちだ。カル、機運と山本仕込みですね。はい。弱点をしっかり忘れちゃいましたね。ペラ、効か？こっちには効かなさそう。あ、ザンとかかな。ペラやってみましょう。効かないけども、食らいつき。はい。カル。食いちぎり。あ、効かなかった。食らいつき。はい。これでいいでしょう。確かですね。なんでもないです。ちょっとね、いろいろこうごちょごちょっとねしてるんで、なんですかね。まあマントラの取得がね、早い感じがするとは思いますけども、はい。まあそういうこともありますね。はい。そういうこともありますねってことはないですよね。これ衝撃で、即死物理、これも囲んでる真ん中のところが欲しいので、じゃあこれを取っときましょうかね。はい。で、アルジラ、これ今なんだ、地変これにしようかな。じゃあ、はい。で、サーフはまだ、マスターしてないですね。はい。それで、まあちょっとデータをセーブしておきましょうか。あのね、ちょっと違うゲームをやってたんですよ。アサシンクリードの、なんだっけ忘れちゃった。アサシンクリードの、エクソダスっていうのが PS5 とかで出るんですよね。で、それに、合わせてそれの前に おさらい的にですね、その前の、あ、なんだっけ、ちょっと待ってください。アサシンクリードのオデッセイだ、オデッセイ、そうそうそう、オデッセイってね、あの、まあ、有名な雪手戻りし物語みたいなね、あの、ありますけども、まあ、それの音なんだと思いますが、オデッセイね、結構ね、あの、まあ、今までは、チェーンブレイク、チェーンリフレクト、反射、まあいいや。
今まではアクション、ゲームだったんですよね。またボタン間違って。その違うゲームをやってたから、まあ、ボタン配置が微妙に変え、用芸と、洋芸と邦芸では、ボタン配置が、はいと言えが違う、はいと言えが違うっていうか、なんて言うんでしょうかね、丸と×の位置が違うんですよね。丸と×の位置っていうか、うん、さっきラジオ聞いてたらですね、要するに海外の人にとっては丸と×に対して、こう、はい、いいえっていうようなニュアンスが、ないっていうようなね、そういうようなことを言ってましたね。そういうことをなんでしょうね、よくわかんないんですけど、はい。それでとりあえずこれはこれでいいかな。ちょっとね、ボタンの位置がさ、いや、そのオデッセイをやってたら、はい、気配を感じる。オデッセイをやってたらボタン配置が違うのでちょっと慣れないっていう説明をしようとしたんですが、次のエクソダスっていうのが、あ、これなんだっけ、デカラビア、違うわ、デカトンケイルだ。デカトンケイルはなんだろうな、ちょっとブフとかやってみましょうか。あ、何の話でしたっけ。あ、テラだった。まだ死なないですね。カウンター。あ、物理カウンターがあるかな。オデッセイの次、オデッセイは、まあ、RPG っぽいんですね。で、成長システムがあって、まあ、今までのように一撃必殺だけでは必ずしも倒せないっていうような話で、あとシステム的には、まあ、ちょっと少し前からあったのかもしれないですけど、海戦、船で、まあ、帆船ですね、帆船での、戦闘、まあ、移動および戦闘っていうのがありますね。そろそろ弱ってきましたね。はい。食らいつくす、あー、そうか、ボスはないんだ。じゃあ、マジャマはいらないですね。はい。アサシンクリード1、2、何、3は買ったけどあんまりやらなかった気がするな。結構ね、好きなんですよ。ただアクションがね、そんなに得意じゃないんで、上手ではないんですよね。ただそのこう登っていったりですね、降りたり飛び降りたり、一撃で敵を倒したりっていうのは好きなんですけどね。はい。ただちょっと何ですかね、最近は、まあ最近って、まあオデッセイしかやってないでわかんないですけど、ちょっとその、まあ、ダークソウルとかああいうこうソウル系のアクションに、まあ、似てるような雰囲気で、パリーとかね、そういう、のがつくようになってますね。好
隙をついて隙を作って、攻撃を通すっていうね、相手の攻撃のパターンを、確認してっていうのね、そういう、ゲームになってましたね。はい、お、セリフがあるかもしれません。ルーカパーラか、遅いじゃないか。連中なら穴蔵で震えてるわ。お前たち。私たちは代理ってとこ。どうしたの？いや、ずいぶん若いな。それよりトンネルのことバレてるわよ。なんだって？時間がない。セラはどこだ？ああ、この上に加工庫、収容所がある。捕虜解放しろ。その混乱に乗じて本部ビルにいるセラを奪取するんだ。捕虜の指揮は誰が取るの？ただの烏合の衆なんでしょ？すぐ鎮圧されるわ。指揮はローカパーラが取ろう。おひさ、あなたたち。これでイーブンだろう。どういう風の吹き回しだ。誇りをなくした人間は悪魔以下だと散々罵られたよ。酔いが覚めた。罪滅ぼしもしなければならんし。どうだか調子のいいこと言って私たちを教会に売ろうって言うんじゃないでしょうね。報道で示すよ。私が君たちに同行する。疑念が晴れなければいつでも殺してくる。同行する？何でもいい、早くしてくれ。パーティーに変わりましたね、はい、話しかけてみてか。私は本部で待っているから。アルマ教会に10分中テクノシャーマーの扱いはいろいろ手間がかかる。ワールドのことは信じて目を見ればわかるというやつだからね。
感じるのはこうじゃない。プログラムにハートがあるのかどういうことですね。知りません。そういうことじゃないのかもしれませんが。あ、まだセリフがあるのかな。セブリナ、無線は使うなと言ったはずだ。なんだと、そこにいるのか。バカな、入れ物などなかったはずだ。データのまま出てきたとでも。そうですね。なるほど、これも神のいたずらか。そのまま計画を続行しろ。連中にセラを奪還させる。連中にセラを奪還させる。11発。そういうことか。どういうこと。全く食えないばあさんだ。それでこそ出し抜く甲斐もある。出し抜く、こんな作り物。食料プラントドーム。パンピーは見当たると石になっちまったっけか。よくわかりませんよね。なんだって。目を閉じている。はあはあ。神は自らタスク、斧をタスクみたいな話ですね。まがまがしい。まぶしいのか。ああ、なるほど。ここにあるあの格子は、こう、太陽光の有害な光線を、フィルターしてるんですね。はい、収容所って、お、ここはセリフあるかな。なかったですね。マップを今ちらっと見てますけど、まあなんかいろいろあるみたいですね。はい、やってみないと何のことだかわかりません。で、魚介服して、
まあ、セーブはしときましょうか。PS5 は楽しみですけれどもね、うん、まあ発売、ローンチとともに買っているかどうかわからないし、まあその必要もないかもしれないですね。うん、どう？すごい貧乏です。ここは店だ。
ントアイテムは、まあ、反射とかね、あの、かけておいて、まあ、仕掛けてくるのを待つっていう意味なんですね。で、アイテムはいろいろありますね。はい。まあ、ストマスプレーは適宜使っていきましょう。あ、なんだっけ、ノイズ。ミッキーノイズ。ミッキーノイズ、こいつらにやるか。いいですね。クイックノイズ。ゲリラにしては上出来だったな。うん、バレる前に荒らしてしまう。
るほど。なんか監視している人がいて、変ドレイン
でいいかな。こんな感じですね。はい、次のところ。はい。またこんな感じですね。はい。そんな梱包で、一旦終了します。はい。そんじゃあ、